はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちはです。ともちゃんです。こちらで作業をしていきます。暗い。電気つけます。深夜定理が明日に迫っています、はい。はい、前日の様子を見ておこうと思いまして。はい。3月の15日入団で、4月の26日予定。うん、予定です。はい、ちなみにエミューも。でもエミューは本当にわからないので、はい、予定です。はい。はい、じゃあ開けてみます。さて、生まれてるのか。おおおお、2羽、すでに。あれ、あ、大丈夫。ちょっとレスキューします。もうバッチリ乾いてる ね。はい、綺麗。こんなここから出てきた。大丈夫。よいしょよいしょよいしょ。あー、かわいい。いいね、かわいいね。隣に侵食してる。はい、この子ももう十分出てきてますね。足だ。でも体が乾いてるので。ちなみに、この子が、昨日出てた子です、うん。あ、そうなんですか。昨日から何も変わってないですね。かわいそうに、もう出してあげよう。うん。はい、体力が尽きてしまう。あいつは昨日割れてもいなかったのに、よく生まれたな。もう短期決戦でバッて出てきた。パワーが。いろんな子がいますよね。あ、二つとも同じ親だ。早いね。お、34。ハグリッド。しかも卵の重さがほぼ同じ。うん。同じお母さんかもしれないですね。53番。まあいいか。こっちに向けよう。で、読み上げてもらえばいいです、ね。ありがてえ。おはよう。はい。かわいい。先にそっちのね、新しく出た子。はい。あ、かわいい。はい。いいですね。おー、いい体重ですね。804、はい、804g です。あ、5g です。はい。まあ805。おはよう。まあ君はずっと前から起きてたのかな。ナンバー10。くちばしが血がついてます。え、頑張りすぎた。くちばしに傷があります。ほんとだ、かわいそうに。お目目がパッチリしてますね。え、よいしょ。はい。まあ、かわいい。かわいいですね。かわいい映像だよ。お、みんなひっくり返ると、ジタバタジタバタ。はい。なんか足もちょっと、頑張りすぎちゃった。うん、なんかいつもよりしわしわ。うん。はい。バンドをつけます。はい。この子は10番 ?10 番。ぴったり。ダチョウに詳しくなれる。ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も。ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。あ、また爪があるよ。ほんとだ。なんか爪ある率高いよね。ね。よいしょ。今まであんまり注目してこなかっただけかな。ね、実はみんなあるのかな。成長とともに消える。眠いのかしら。ねえ、今まであったかいとこにいたもんね。よいしょ。今日は十分暖かいんですけど。今日は暖かいですよ。この部屋だって28度あるみたい。外はもう30度近いと思います。えぐいです。今日はね。あ、でもひなたちがにとってはいいね。あんまり温度差がなくて。まだ5月にもなってないのに。確かに。確かに。さて、お尻。お尻。どっち？ごめん。どっちだろうね。メスかな？ないよね。ないね。はい、メスです。はい、ナンバー10は女の子でした。女の子。はい。続いて、兄弟。うん。兄弟。兄弟だね。本当に、孫うことなき兄弟です。はい。血を分けた兄弟です。よいしょ。でも、昨日からずっと12時間以上は合う硬い状態こと。なんか硬いね。分厚い。はいはいはい。うん、割れた。いいね。もう完全にへその緒も乾いてますね。はい。難しい。この間コメントに落としそうって。わかった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 。かわいい声が。
この本当にさ卵にギュッてなってるからこの丸まった状態でね、ね出てきます、ね、なんか可愛い。あとこの子はねずいぶん長い間、うん、丸まってたの姿勢がもしかしたらそのままかもしれない。待ってね待ってね。よかったねやっと寝れたね。やっぱり苦しいよねあの姿勢でさずっといるのって。うるうる。はい。じゃあ先に体重を。はい。はい。はい。744g。はい。お利口。744。はい。かわいいね。はい。毛がふさふさです。足には生えてないんだよね。足にはね、先にじゃあカラーつけて。11番だ。よいしょ。あ、元気だね。元気ですね。この子は、この子は？この子は爪あるかな。本当なんだよ。ごめん、ごめん、ごめん。あ、ある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 。へえ、あの今まで一番長いあったね。ほらあるある。ちょっと見づらいですけど。ほんとだ。いいね。翼がねちょっとね。あ、今見えるね。ある。長 いね。でもちゃんと見えるね。お尻オスかな。なんか白い。ごめん、ごめんね、ごめんね。なんかオスな気がします。なかった。はい、どっちが兄で姉なのかわかりませんが、うん、兄弟です。はい、よいしょ。はい、お疲れ様。昨日からね、はい、長らくオスかも。はい、うん。まあまだあの孵化予定日前日なので他の卵は様子を見ましょうか。はい、はい、ということで、孵化予定日の前日の様子確認でした。はい、バイバイ。バイバイ。